にちは、授業準備 TV のゆめのんです。初任や若手の先生方にとって不安なことの一つとして挙げられる保護者対応、毎日の学校生活の中で起きるトラブルなどをどこまで保護者の方に連絡するべきか、どうしたらスムーズに対応ができるかと悩みの先生方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は投稿者の先生方にお寄せいただいた保護者対応のポイントをご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。保護者対応の4つのポイント。1つ目はマメな連絡をすることです。ちょっとした怪我や喧嘩、勉強や生活のことを電話で連絡しておくと、問題が小さいうちに保護者の方が情報をキャッチすることができます。大きな問題になってから初めて保護者の方が知るということにならないようにしましょう。またある投稿者の先生は、学級通信を活用して先生の思いや学級の様子を日頃から保護者の方に伝えるようにしているそうです。その際、親子の話題になるような記事を載せることで、ねえねえお母さんと子供が親に話しかけたり、〇〇があったのと親が子供に話しかけたりするきっかけになります。親子でマメなコミュニケーションを取ることが学校と先生へ信頼感を持つことにもつながります。2つ目は管理職に相談することです。時には自分だけでは解決方法がわからない、どう対応したらいいかわからないということもあるかと思います。そういった時は先生一人で抱え込まず、管理職の先生に相談するようにしましょう。場合によっては管理職の先生から保護者の方に連絡することで問題が円滑に解決することがあります。3つ目は自分自身が変わることだそうです。保護者の方から様々な意見や教育環境への要望などが出ることもあります。そういった時に何か理由があるのかなと考えてみたり、状況を想像して保護者の方の思いを汲むことで感じ方が変わることがあるそうです。4つ目は連絡するか迷った時には連絡することです。学校生活の中では、例えばすでに子ども同士で解決した喧嘩など、解決したけど保護者の方に連絡すべきかと迷うことってありますよね。そんな時、別の投稿者の先生は、先手を打てば説明、後手に回れば言い訳という言葉を意識して対応されているそうです。この時連絡について、学年主任の先生や管理職の先生に相談できる環境であればなおいいとのことでした。子どもたちの成長や幸せを願っているのは先生も保護者の方も同じですよね。こまめに双方がコミュニケーションを取ったりすることで、子どもたちの過ごしやすい環境が整っていきます。いかがでしたでしょうか。今回は保護者対応の4つのポイントをご紹介しました。学校やクラスの雰囲気に合わせてぜひ意識してみてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。